どうも、障害半身対決、日々応援くんです。えー、昨日の動画でですね、えー、今日の試合の予想をしまして、まあ、絶対勝つだろうと予想したんですけども、その予想が見事的中しまして、半身が勝ちましたウ、えーイ開幕3連勝、ェイエーうわぁ勝ったと言いました。 はい。えー、さっきの、うーっ勝ったと言ってました。はい。いやー、嬉しい。なんか今回は染みるわ、嬉しさが。昨日はなんか、さよなら勝ちで、やったーって感じだったけど、今日は、嬉しいっていう感じの勝ち方でしたね。うん、ま、えー、先制点をね、えー、大山選手の4番のね、バットから繰り出しまして、で、森下も続いてルーキー。なんな、度胸あるルーキー見たことないよ。もう昨日のトびんだ、レン投手もそうやけど。 いや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 。森下がね、今日2打点ですか。押し出しフォアボールも選んで。で、梅ちゃんも犠牲フライ打ってね。なんか、当たり前のことやっぱ当たり前にこなす野球っていうのが、今までできてなかったんやなっていうか。うん、そうすることによってやっぱ、点数取れてるから。うん。その、見切るボールは見切って、しっかりね、フォアボールもやっぱ去年より増えてるし、絶対に。まだね、3試合やけど、そう、と、オープン戦でもね、得点1万とてなのはタイガースらしいから、 まあそういうところからね、フォアボールが増えてるっていうのも、得点ね、アップにつながってるんじゃないかなと思うし、しっかりね、点数取るとか取るっていう、まあ、その集中だっていうのがね、えー、まあ、この3試合でよくわかるような、その打線がここで点取るぞっていう時にはしっかり取れる、この打線がマジで去年までと違っていいところやなと思いますね。で、佐伯がね、まあ、手術明け、去年、えー、まあ、4勝しましたけども、 まあ、今シーズンね、はじめて開幕ローテーションに入って、初登板で、えー、まあしっかり抑えましたね。最後、まあちょっとね、ランナー残した状態で降板っていうね、ちょっと悔本人は悔しいかもしれんねんけど、まあ十分でしょう。はい。まあ、今シーズンね、まあ西純也と佐伯、二人で15勝ぐらいね、してくれたら。うん。一人一人10勝しろとは言わへんから、まあ、8勝8勝ぐらいず,ずつぐらいでね、うん。してくれたら十分ね、あれありえるから。はーい。 まあ、なんかほんまに言うことないな。いや、であれやね。あのー、島田に1球投げさしたところから代打え。エスコバ相手に原口で、ズバッと決まったな、あの采配。うんね、中野が、そう、盗塁引き、 決めたら、原口にするって多分ね、えー、監督の中でもあったんでしょう。その采配には、的中させた監督もすごいけど、それに応えた。原口すごいな。あいや、痺れたなーそのシー,シーズン第1号が、代打原口。で、しかもエスコバ相手に150キロ以上のね、えー、直球を一発一振りで仕留めるっていう。いやちょっとで、ホームランの感じも、確信っていう感じじゃないやん。打った瞬間、まあ、 打った瞬間ホームランやと分かったけど、なんか、レフトが下がっていく感じとか、ま、ああの、ね、スタンド、上段まで行ったわけじゃないからさ、ああいうホームランいいよな。行け行け行けって感じの。そう。いやー、だから、よかったな、あれいい追加点やったよな。うん。あれがなくても多分勝ってんねんけど、いや、あれでね、ほんまに試合が決まったっていうか。 8回裏にね、追加点取れて、石井がね、最後そう、岩佐3連投させないという決断が、結果的にはね、その、岩佐が投げなくてもいい点差になったっていう。で、まあ、石井がね、そのオープン戦からしっかり投げてるから、それを、まあ、はい、あのー、そのままね、オープン戦のいい調子を継続して。ケラーも今日ね、無失点で抑えたから、まあ、名誉挽回というかね、開幕戦で打たれたね、その悔しさあったでしょうから。 はい。えー、中継陣で本当に悪い人はいないというかね、岩崎もまあ3連とよく頑張ってくれたし、あ中継プレイ良かったな。で、岩崎打たれたや、宮崎にフェンス直撃。そっから近本からオバタや、オバタから梅野やね。あの中継やっぱ、僕キャンプ見に行ったんですけど、今年。あのー、ずっとあの中継プレイの練習してたんですよ。外野は一回その内野手、オバタとかにね、えー、渡してから、 ホームに返球っていう。まあ、あの中継プレイをね、もうずっと見てた、ーからしたら、すっごいたまもの、練習のたまもの成果出たなーってなんかその親みたいなね、気持ちで今日は見ちゃいましたね。なんか、だからすごいし,しみじみと、はい、今日の勝利を感じております。はい、開幕3連勝で、えー、首位、はい、首位阪神、首位阪神ですよ。嬉しいね。この首位をね、常にキープして、えー、まあ、後半戦も、首位、えー、最終的にはね、もうぶっちぎりのあれ、期待してますよ。うん このままでいったらやばいやろ、正直。でも開幕3連敗のチームはおらんのかな、セ・リーグには。いや、ちゃう広島がワンチャン。分からんけど、いや、だからまあ、だいぶね、ゲーム差どんどんつけていってね、はいあのー、勝ちたいですよね。勝ちたいっていう気持ちがすごく強いです。はい、ということで、まあ、岡田監督は非常に名勝だと。で、選手たちもそのお再配に応える、素晴らしい選手たちをね、えー、まあ、率いて、はい。 タイガース、あれに導いてくれる、えー、と信じていますので、ファンは応援するのみです。火曜日もね、きっと勝つと思いますんで、はい。まあ、そう予想しておきたいと思います。西ですかね、多分先発は西祐希の方。はい。えー、まあ、実質表ローテなんかなわからんけど、うん。まあ、広島に、ね、多分乗り込むんですけど、火曜日から。また、あー、まあずっと連勝せえと言わんからね、たまには絶対負けるから、うん。 まあ、卒ない、そう、卒なくね、えこ、ー、だしていきましょう。前半戦はね、5割でもいいですから、後半戦ね、バーっと買っていくと思いますのでね、どうせ。地道にね、貯金増やしていけたらいいですけどね、やっぱり、はい。はい、そんな感じでした。あれっしゃ 「君の出番だ」「優秀賞じゃなくてもいい」「この歌が届け敗者たちに」